そう、ミアちゃんが元気になってよかったわね。それにオンラインライブなんてすごい。私も見てみたいわ。うん、オンラインライブならお姉ちゃんも家で参加できるもんね。リナリンにやり方聞いてるとこだから期待してて。リナちゃんよね本当に頼もしいお友達ばかりね。うん、あのね、あのね、同好会のみんなって本当にすごいんだ。物質が使えなくなったり、ライブが思うようにできなくなったりっていう障害を跳ね飛ばしてパワーアップしてるんだよ。オンラインライブもすごかったんだ。私ますますみんなのファンになっちゃった。アイちゃん、これって聞いていいのかわからないんだけど、それだけみんなのことが好きなのに、どうして同好会を離れたの？一緒に活動していく方が良かったんじゃない？理由はいろいろあるよ。部のことを知らないままで拒絶したくなかったってのもそうだし、同好会のこともランジュたちに知ってほしかった。そしたら同好会への対応も変わるのかなって思ったり。でも一番の理由は挑戦してみたかったから。挑戦？挑戦っていうのも違うのかもしれない。難しいな、説明が。でもね、私本気でみんなと勝負してみたいんだよ。勝負して勝ちたい。部長がさ、スクールアイドルに誘ってきた時こう言ってくれたの。スクールアイドルは今までに愛ちゃんが体験したことのないとびっきりを教えてくれるはずだよ。見たことのない世界を見せてくれると思う。スクールアイドルを始めてあの子の言ってることが分かったんだ。でね、今はもっとその先が見たいと思ってる。愛ちゃん、でも全然ダメでさ、勝率っていうのかな、そういうのじゃセッツーやカナちゃんに負けてるし。それにほら、これ見てよ。同好会の応援サイト？こんなものまであるのね。うん、でね、見てほしいのはここ。人気投票？毎月やってるんだけどさ、カスカスとかすっごく強くて、私全然1位になれないんだよ。最初の頃はね、私スクールアイドル始めたばっかりだからなって思ってたんだけど、今でも勝てない。もちろん同好会のみんなのことを尊敬してるし大好きだから、誰が勝っても嬉しいし素直におめでとうって思えるよ。でもね、最近はなんかそうじゃなくて、勝ちたい。愛さん、本気で勝負して勝ちたいんだよね。特にセッツーには思いっきりぶつかって勝ちたい。セッツーって本当にすごいの。だから新しい場所でパワーアップしたいって思ったんだけど、こういうの変だと思う？そういうことだったのね。愛ちゃんって昔からその場を楽しくするためなら自分のことは二の次なところがあったから、そういう風に思えるようになったのってすごくいいと思う。本当に素敵なお友達ができたんだね。最近同好会の勢いは増すばかりね。監視員の活動も逆効果みたいだし、この前みたいにオンラインライブなんてされたら対応のしようがないわ。とか言って結構楽しそうに見てたじゃん。そりゃランジュは同好会のみんなのパフォーマンスは好きだもの。楽しんで悪い？しおり子、もう監視員は解散させていいわよ。他の方法を考えないと。わかりました、そうします。
でもどうしてなのよ。あんなに素敵なパフォーマンスができる子たちなのよ。部に来たら絶対にもっと輝けるはずなのに。施設もサポートメンバーも最高のものを揃えたわ。ランジュ世界中を駆け回ったんだから。なのに本当にわからない。あと何を揃えたらみんなは部に来てくれるの？同好会よりも部の方が素敵だって分かってくれるの？はあ、もう同好会のどこがいいのよ。同好会にだって積み上げてきたものがあるのよ。そうよ、だからランジュがさらに積み増してあげようとしてるのに。もうこうなったらランジュにも考えがあるわ。ランジュ、あまり過激なことはいけませんよ。過激じゃないわよ、全力で遊んであげるだけ。遊ぶ？って、どうやって？一緒にライブをしましょうってわけじゃないでしょうし。それをこれから考えるのよ。みんな、新しいアイディアを出してちょうだい。ランジュの凄さが一目でわかるような、そんなアイディアを。そうすればきっと。ランジュ？黙って、しおり子。ランジュ、今回は本気なの。本気の本気で準備もした。だからこんな風に手こずるなんて思いもしなかったわ。でも足りてなかったのね。だからもっと分からせないと、ランジュの凄さを。ランジュと一緒にやれば得られるものがたくさんあるんだって証明するのよ。新しいトレーニングメニューすごくハード。リナちゃんボード、へにゃん。みんなレベルアップしてる証拠だね。はい、以前より格段に体が動くようになりました。大変だけど自分が成長してるって実感すると頑張れちゃうよね。この調子で成長していったら、ただでさえ最高のカスミンがますます最高になっちゃいましょう。全員で最高を目指しましょう。私も頑張ってついていかなきゃ。皆さん、ちょっとお時間よろしいでしょうか。げ、しおこ、それに監視員も？なになに、練習も監視するつもり？いえ、違います。今日は皆さんにご報告がありまして、この度監視員を解散することになりました。これは思わぬ展開。ランジュがもう必要ないと。これからは皆さんのライブの邪魔はしません。どうか自由にライブを行ってください。つまりカスミンたちの勝ちってこと？すみません、監視員は解散になりますが、それだけのことです。なんだ。でも学園内でのライブは自由にできるようになったんだもん。一歩前進だよ。そうですね、ライブができるというだけでも大きな前進です。ありがとう、しおり子ちゃん。いえ、今後学園内におけるライブは皆さんの自由ですので、ぜひ精力的に行ってください。今まで本当にすみませんでした。役目から解放されたので、これからは元の生徒会初期に戻ります。二人は生徒会初期の人だったの？はい、もともと監視員という役目はランジュさん発案で決められました。ですが
皆さんの活動を極力邪魔せず済むよう、もともと同好会のファンだった私たちを三船会長が選んでくれたんです。だから本当はずっと申し訳なくて。もしかしていつもライブが終わるようなタイミングで駆けつけていたのは。陰で皆さんの歌を聴いてました。同好会のこと応援していますから。しおりこちゃん、同好会に戻ってくる気はない？すみません、それはできないんです。どうして？ランジュとは古い付き合いなので。あの通りわがまま放題ではありますが、放っておけないのです。幼なじみなら放ってはおけないよね。私わかるよ。ランジュってやっぱすごいよね。自分の成長を感じれば感じるほどランジュの凄さが分かってくる。そうね、近づこうとすればするほど遠く感じるわ。毎日同じトレーニングをしているはずなのに、近づけている感じがまるでしないもの。この前のイベントもランジュが出たらものすごい歓声だったもんね。他の学校のスクールアイドルもいたのに、ランジュが圧倒的だった。ええ、いつか私もあんな風になりたいって思っちゃったわ。なんかランジュを追いかけてるとさ、摂津のことを思い出しちゃわない？それ私も思ったわ。底知れない感じっていうか、自分も同じことをしているつもりなのに追いついている気がしない。悔しいけどどっちからも感じるのよね。パフォーマンスの方向性は正反対なんだけどね、あの二人。ランジュはとにかく全てが洗練されてて、クオリティが圧倒的、完璧。刹那はなんていうか、野生のスクールアイドルって感じ？野生って、そんなの聞いたらセッツ怒るんじゃない？でもそんな感じしない？スクールアイドルをやるとかなるとかそうじゃなくて、存在自体がスクールアイドルみたいな。確かにな。セッツの凄さってなんか言葉で表現しにくいもん。でしょ？そういう意味ではお手本にするならランジュなのよね。ランジュの凄さは説明ができるから。なに？二人で内緒話？きっとランジュのことね。そうだよ、ランジュはすごいねって話してたんだよ。スクールアイドルとして完璧でお手本だって。当然ね。話足りないでしょ。ランジュの質問に答えたら続けていいわよ。質問？部の素晴らしさを知らしめるアイディアは思いついた？んや、まだ何も。いろいろと考えてはいるんだけどね。そう、せかしたりはしないけど愛には期待してるわ。あなたの視野の広さ、面白いことを思いついてそれを実現させる実行力、いわば総合演出的な能力は高く評価してるの。このランジュが評価してるんだから自信を持ちなさい。そう言われたら頑張らないわけにはいかないね。任せてよ。頼んだわよ。愛さん、素敵なアイディアを考えちゃうよ。愛だけになっちゃって。ってわけだから、この公式を当てはめると、ほら、証明終了。さすが愛ちゃん、わかりやすいな。無駄のない美しい解放です。
みんなもともと成績いいじゃん。落ち着いてじっくり考えたら、愛さんが説明しなくても解けるって。うん、焦ると特に。愛さん、ありがとうございました。うん、バスバス点取ってくる。バスケだけに、なっちゃって。じゃあね。愛ちゃんってすごいな。今日はバスケ部の助っ人ですが、先週はバレー部の助っ人も頼まれていたそうですよ。陸上部じゃなかったっけ。勉強も運動もできて親切で、ほんと愛ちゃんって素敵だよね。お姉ちゃん。あら、愛ちゃん、今日はお友達と遊びに行くんじゃなかったの。ボーリングと卓球とカラオケして、うちでもんじゃ食べた。お姉ちゃんに話そうと思って来ちゃった。楽しかった？すっごく楽しかった。スクールアイドルを頑張るためにも、たまには目いっぱい遊ばないとね。だよね。でもねえ、お姉ちゃん、ちょっとダンス見てくれない？え？いまいちできないとこがあってさ、練習見てもらってもいいかな？もちろんよ。元気に踊る愛ちゃんのことなら何時間でも見ていられるわ。じゃあ何時間も見てもらっちゃおう。愛ちゃんが本気でやれることが見つかってよかったわ。覚えてる？小さい頃、商店街の子が集まってバドミントン大会をしたことがあったでしょ？あの時、一時間もしないうちに愛ちゃんが勝ち抜いちゃって。負けた子たちがつまらなそうにしてるのを見て、愛ちゃん、もう一度トーナメントをしようって言い出したのよ。で、ダブルスにして、小さい子も大きい子もみんな平等に戦えるようにしたのよね。え？そんなことあったっけ？忘れちゃったならいいの。そうやって周りのみんなと一緒に楽しもうとする愛ちゃんは、とっても愛ちゃんらしいけど、脇目も振らず自分のことだけ考えて何かに夢中になる愛ちゃんも、とっても好きだな。なになに、急に照れるじゃん。今はさ、脇目も振らずに食いついていかなきゃ、私が置いてかれちゃうんだよね。みんなほんとすごくてさ、ほら、前に話した人気投票でも1位になれないし、イベントに出てもまだまだだもん。特にセッツー、セッツーってとにかくすごいんだよ。うまく言えないけど、セッツーのライブ見たらお姉ちゃんもわかると思う。そういうみんなとだから競い合いたいんだ。競い合ってお互いめっちゃ上手くなって、それで見てくれる人みんなに喜んでもらいたい。それで私が一番声援をもらえたら、どんな気持ちなんだろうなって想像するの。どんな世界が見えるんだろう。想像するだけでワクワクしちゃうよ。愛ちゃんならきっと見えるはずよ。だといいな。でもバドミントン大会のことは全然覚えてないな。本当にそんなことあったっけ。けど我ながらいいアイデアだよね、ダブルストーナメントなんてさ。はっ、ああ、ランジュに内緒のお話があるんじゃないですかね。
内緒のお話って？同好会に戻りたくなったとか？それいいね。そういうお話ならかなたちゃん大歓迎だよ。はい、その時は温かくお迎えしましょう。しずくちゃんも戻ってきたし、ない話じゃないよね。私とは事情が違うでしょうし、どうでしょう。あら、あなたたちも会いに呼ばれたの？ショーランジュ？噂をすれば。かすみ、ランジュの噂をしてたということは、やっとランジュの部に来たくなったのね。そんなわけないでしょ。照れてるかすみも可愛いわ。このあからさまに嫌がってる顔が見えないんですか？そういうのツンデレって言うのよね。大丈夫、ちゃんと理解してるわ。もうウマンタイラ問題しかないんだってば。お、みんな集まってるね。ねえねえ、お話って何？同好会に戻ってくるっていうお話？いや、今日はみんなに提案があってさ。戻ってくるってお話じゃないんだ。そんな顔しないでよ、アユム。アユムは笑った方がいいわ。ランジュの部でティーパーティーでもしない？アユムが笑顔になっちゃうような美味しいお菓子があるわよ。ランジュってば、勧誘はなしって言ったでしょ。みんな、今日はアイさんの話聞いて。何よ、ランジュに指図しないでほしいわ。とりあえず話が進まないから、みんな座りましょうか。そうですね。みんな集まってくれてありがとう。今日はみんなにプレゼンしたいことがあるんだ。それはスクールアイドル部と同好会の校内合同イベントについて。校内合同イベント？部と同好会のメンバーでトーナメント形式のライブ対決がしたいんだ。1対1でライブ対決をして、どっちのライブがより心にグッときたかを見に来てくれたみんなに投票してもらうの。題して、宮下愛プロデュース、ファンのハートをハットするライブを一番盛り上げられるのは誰だ？トーナメント、なんつってね。トーナメント形式、一番を決めるの？アイさん、今誰が一番ライブパフォーマンスでファンの気持ちをつかめるかの勝負がしたいんだ。誰が一番気持ちをつかめるか。いいんじゃないかしら。これまでやってきたことの力試しの場が欲しいと思ってたのよ。私も面白そうだと思います。確かにそういうのは虹学らしいかもしれませんね。アイちゃん、普通のライブじゃダメなの？アイさんがどうしてこのイベントをやりたいと思ったのか、そもそもどうして部に移籍したのかにも関わってくる部分なんだけどさ。アイさん、同好会のみんなのことが大好きで、それですんごく尊敬してるんだ。みんな本当に魅力にあふれてて、だからアイさん、いっつも思ってたよ。負けていられないって、負けていられない、そして勝ちたいって。アイさん、普段はあんまり勝敗とか気にしないタイプなんだけど、スクールアイドルだけはちょっと特別で、勝ちたい
たいって気持ちがある。同好会のみんなに、中でも特にクセッツーにね。そういう気持ちみんなにはないかな。私だって一緒です。皆さんのこと尊敬していて、すごいって思っています。本当にスクールアイドルとして素敵で、だからこそ私も負けたくないって。でしょ、そういう気持ちをね、正々堂々ぶつけ合えるイベントにしたいんだ。最高に上がると思わない？素晴らしいプレゼンだったわ、アイ。あのイベントなら誰が一番ファンの支持を得ているのか分かりやすいし、みんなのパフォーマンスが見られるのも美味しいわね。ならよかった。アイさんも思いついた時からこれしかないって思ってたから。自分の今の力を同好会のみんなにも見てもらえるのはいいわね。でしょ、アイさんたちが部で何をしてきたか同好会のみんなに見てもらいたいよね。アイ、ランジは全面的に協力するわ。あの日私を魅了した同好会のメンバーと競えるなんて最高よ。合同イベントとっても楽しみね。あとは同好会の皆さん次第ですね。皆さんは出てくれるでしょうか。あんな風にまっすぐ思いを伝えられて答えないわけにはいかないと思いました。それを抜きにしても私は勝負をしてみたいです。部でパフォーマンス力を磨いている愛さんに本気でぶつかってみたいんです。ですからこのチャンスを逃したくありません。カスミンだって勝負を挑まれたからには逃げませんよ。カスミンはカリン先輩とぶつかってみたいです。今のカスミンの可愛さならカリン先輩のセクシーさに勝てちゃうと思うんですよ。刹那先輩じゃないですけど、せっかくのチャンスなんだし掴むべきだと思うんですよね。私も参加したいと思ってます。部の人たちにはお世話になった分、買っておいてここに戻った私を見てもらいたいんです。ミヤさんも参加するのかな。リナちゃんボードワクワク。みんなの意見もわかるんだけど、私は不参加かな。どうして？エマさんのパフォーマンス見たい。そうですよ、一緒にスクールアイドル部をめっためたにしちゃいましょうよ。ごめんね、ランジュちゃんたちとは同じイメージを共有できないから、きっと私満足のいくパフォーマンスができないと思うんだ。応援してくれる人たちにはそんな私を見せられないよ。カナタちゃんもバスかな。今は勝負したいって気持ちじゃないから、もちろん否定もしないけど今回はいいや。うん、私も今回はみんなを応援する側にいようかなと思う。いい？カスミン、みんなで出たかったな。寂しいの？もちろんライブは応援するし、お手伝いだってバッチリ頑張るよ。そうだね、今回は私たちサポート係を頑張るよ。私も何でもするから遠慮なく言ってね。そうだ、いい機会ですから刹那先輩にははっきり言っておきます。はい、何でしょう。カスミンが勝ちたいのはショウランジやカリン先輩だけじゃありません。
刹那先輩にだって負けませんから。私だって負けるつもりはありません。受けて立ちますよ、かすみさん。二人とも燃えてる。リナ子も少しは闘志を燃やしなよ。かすみ、もちろんリナ子にだって負けないからね。わかった、リナちゃんボードメラメラ。やっぱりこれも盛り込みたい。せっかくならとことんやらなきゃ。企画書作ってるだけで上がってきた。おっと、何かな。うんうん、なるほど。同好会からの参加者はセッツ、カスカス、しずく、リナリーの4人か。ああ、全員と力をぶつけ合ってみたかったな。で、ダメダメ、4人参加してくれたことに感謝。よし、最高のイベントにするぞ。そうみたいだね。さっきメッセージもらったよ。あなたと相談したって。抽選会の司会者私やるよ。かなたさんたちにも言っておく。みんなの意気込みとかインタビューしてもいいかな。そうだよね、トーナメントには出ないけど校内合同イベントは面白そうだもん。精一杯盛り上げようね。どうぞ、こちらです。ここがスクールアイドル部の部室？何ですか、この豪華さは。私も最初はびっくりしたんだ。なんだかホテルみたい。おー、すごいね、ほんと。かなたちゃん、ここのソファーでお昼寝したい。こんなの部活にかけていい予算じゃないですよ。せつな先輩もそう思いませんか。七みたいでテンションが上がります。上げないで。なに、騒がしいわね。同好会のみんなじゃない。なになに、どうしたの。わかったわ、意地を張るのをやめてやっとランチの部に来る気になったのね。それは正しい判断よ、歓迎するわ。あの、歓迎してもらってるところごめんなさい。今日はその。なんだ、あなたもいたのね。あまりにも存在感がなくて視界に入らなかったわ。手伝いなんて必要ないわ。ここには最高のイベントスタッフがいるんだから、素人のあなたに手伝ってもらわなくても結構。さあ、わかったら速やかに帰りなさい。かすみたちは残ってもいいわよ。今、美味しいヤムチャを用意するわ。美味しいものなら、かなた先輩が用意してくれるから大丈夫です。かすみんもコッペパン持ってきてますし。え、かすみのコッペパン？ランチも食べたいわ。ずうずうしい人ですね。だって、こんなに可愛いかすみが作ったもの、食べたくないわけないじゃない。カスミンなびきませんから。来てくれたんだね。やっぱみんなの意見がないとうまくまとまらなくてさ、助かるよ。アイ、
イベントのことならスタッフに任せればいいのよ。最高のスタッフたちなんだから。うん、それは分かってるよ。でもさ、愛さんがやりたいイベントはなんていうか、アットホームな雰囲気にしたいんだ。それに合同イベントなんだから、お互い力を合わせるってのがフェアでしょ。愛がそう言うならそれでいいけど。本当にいる。ほら、言った通りでしょ。ミア、作曲ブースから出てくるなんて珍しいわね。リナが来てるって聞いたから。ミアさん、会いたかった。僕もだよ、リナ。昨日はゲームで対戦できて楽しかった。次は一緒に戦いたい。リナちゃんボード、ワクワク。いいね、どんなゲームにする？二人はすっかり仲良しだね。なんだか微笑ましくなっちゃう。ねえ、エマは？エマさんなら今日は用事があるからと帰りましたよ。そう。エマッチ来てないのか、残念。じゃあ集まったメンツで早速打ち合わせいい？一応企画の叩き台は考えてきたけど、みんなが楽しめるイベントにしたいから、いろいろな意見が欲しいんだ。みんなのやってみたいことを教えて。この感じ、なんだかスクールアイドルフェスティバルを思い出しますね。そう、愛さんが目指したいのはあんな、そうだ、あの時みたいに学園のみんなにも手伝ってもらえないかな。いいですね、学園全体が盛り上がると思います。任せた、頼りにしてるよ。審査方法はどうするの？あと進行の人も必要。実況や解説の人はいた方が盛り上がる。ミューズやアクアのみんなに頼めないかな。おお、いいねそれ、いただき。この盛り上がりは何なのよ、このランジュを差し置いて。これはすぐには決められそうにないよね。ランジュ、悪いけど何か飲み物用意してもらえないかな。任せておきなさい。世界で一番おいしいお茶を用意してあげるわ。やったー、頼もしい。スクールアイドルフェスティバル以来、各部活間の交流が盛んになっています。これもあなたのおかげですね。ええ、しおり子さん、とっても粘り強い交渉をしていたんですよ。やめてください、それも結局うまくいかず、皆さんの力を借りたのですから。それはそうかもしれないけど、やっぱしおっぴーが粘ったってことも関係あるんだよ。頼りになる生徒会長だね。今回も頼りにしてるよ。リナ、ちょっといい？大丈夫、どうしたの？新しい曲を作ってるんだけど、リナの意見も聞かせてほしいんだ。私でいいの？うん、リナは僕も気づいていなかった僕の曲の魅力に気づいてくれた人だから。素敵な曲だった。私、ミヤさんの曲本当に大好き。リナちゃんボード、わわー。Thanks、
じゃあベイビーちゃんの曲とだったらどっちが好き？ベイビーちゃん？あの子だよ、リナたちの部長。あの子の曲と比べて？難しい。リナちゃんボード、プシュー。あ、ごめんリナ、意地悪なこと聞いた。お水でも飲んで落ち着いて。はあ、生き返った。あのね、私ミヤさんの曲もあの子の曲も両方とも大好き。比べられないの。うん、わかったよ。リナがいいって言ってくれるだけで十分。ミヤさん、校内合同イベントでこの曲歌うの？あれ、言ってなかったっけ？僕それには出ないんだ。そうなの？残念。歌ってるとこ見たかった。今の僕じゃ納得のいくパフォーマンスを披露できないからね。まだみんなと勝負できるだけの技術も体力もないんだ。しばらくはトレーニングを積んで鍛えるよ。それに今回はあの子と作曲家として勝負してみたいんだよね。作曲家として勝負？うん、僕は自分の作曲家としての能力には自信があるけど、あの子の作る曲は僕にないものがたくさんあって、この僕でさえ無視できないものがある。だからこそ勝負してみたいんだ。勝っても負けても作曲家として得るものはたくさんあると思うから。そっか、わかった。今回は作曲家として全力で勝負なんだね。今回は不参加だけど、いつかステージに立つつもり。その時はリナも一緒に。うん、楽しみにしてる。リナちゃんボードにっこりん。すみません、ランジュさん、確認してもらいたいことが。ちょっと待ってて、この曲だけはやっておきたいの。はぁ、で、確認することって何かしら？雫？あ、すみません、こちらです。隠さなくてもいいのよ、ランジュに見とれていたでしょう。まあ仕方ないわね、ランジュだし。ねえ、やっぱりランジュの元に戻りたいならいつでも歓迎するわよ。お気持ち嬉しいです。でも私は。素直じゃないわね。私は同好会で頑張りたいと思ってます。でもランジュさんの表現はやはりすごいです。引き込まれます。それならやっぱりここに戻ってきた方がいいんじゃない？ランジュのパフォーマンス最前列でいつでも見せてあげるわよ。お気持ちはありがたいですけど、やっぱり私は。何？ランジュさんみたいにはできないから。ランジュさんの技術を参考にしつつ自分の道を突き詰めていきたいんです。そしてそんな私を先輩が導いてくれるんです。だから。あの子にそんな力があるとは思えないけど。ねえ、ランジュは雫のことは認めてるし、私たち親友でしょ？まだ親友だと思ってくれるんですね。ランジュは心が広いのよ。あの子より私の方が絶対に雫を幸せにしてあげられるのに。ランジュさんってたまに子供っぽいところがありますよね。それなのにステージではあんなにすごい迫力で。イベント待ち遠しいですね。私ランジュさんと戦いたい。
ランジュさんは私の師匠の一人ですから、成長した私を思いっきりぶつけたいです。しずく、もうそういうところが好きよ。しずく、今度のライブでやっぱり戻ってきたいって言わせてみせるんだから。それじゃあ私、今日は帰るね。また明日。あ、ちょ、イラする。かすみちゃん。かすみちゃんじゃありませんよ。あー、じれったい。何のことかしら。ごまかしても無駄ですよ。かすみんずーっと見てたんですから。合同イベントの準備が始まってからずーっとエマ先輩に声をかけようとして失敗してますよね。知ってたの？カスミンを甘く見てもらったら困ります。どうしてちゃちゃっと声をかけないんですか？どうしてと言われても、ねえ。ねえじゃありません。カリン先輩ヘタレですね。情けないです。あとカスミ、しずことおしゃべりできなかった時のこと思い出して悲しくなっちゃいます。言わないでよ。自分でも分かってるんだから。だったらもうちゃちゃっとパパーっと声かけちゃってくださいよ。それができたらこんなに悩んでないのよ。ねえかすみちゃん、ちょっと付き合ってくれない？誰かと話したくて。うん、別にいいですけど。本当？ありがとう。パフェごちそうするわ。物で釣られるカスミンじゃありませんが、いただけるものはいただきます。それじゃあ行きましょう。素材の味が引き出されたシャーベットがたまりません。おいしい。喜んでもらえて嬉しいけど、私の話も聞いてよ。わかってますって。カスミン何でも聞きますよ。エマすごく怒ってるみたいなの。怒ってますね、ものすごく。あ、カスミも怒ってますよ。カリン先輩とアイ先輩は裏切り者ですから。でもエマ先輩のはカスミが怒ってるのとはちょっと違うっていうか。やっぱり部に行ったことが原因なのよね。私はどこに所属していても前みたいに仲良くしたいんだけど。エマ先輩、部に行った今のカリン先輩には前みたいな魅力がないっていつも言ってますよ。え？いつも言ってるの？はい、耳にタコさんができるくらい聞きました。それはさすがにショックね。自分では上達しているつもりなんだけど。そりゃプロみたいな部に行ったんですから、歌もダンスも上手になってるとカスミンも思いますよ。でもエマ先輩の言ってるのはそういうことじゃないのかも。そういうことじゃないね。なんだかずーっと勘違いされちゃってる気がするわ。とにかくカリン先輩はエマ先輩がすごいっていうようなパフォーマンスをしないとダメなんです。そしたらエマ先輩もカリン先輩が部でやってること認めてくれると思いますし。そうね、今度のライブで今の私を見せつけて
エマを納得させるしかないわね。はい。でもカスミン、カリン先輩のことを倒しちゃいますからね。あら、ライブを控えているのにパフェをパクパク食べちゃうような子には負けないわよ。やり直し。この程度のクオリティじゃランジュのステージとして恥ずかしいわ。前回のステージの時に使ったチームが詳しいから、そこに聞きなさい。あと、照明についてはいっそパリに打診っていうのもありね。それは舞台袖に設置しましょう。使用する回数を考えると、そこに置くのが一番効率的です。スケジュールに遅延が？大丈夫ですよ。こことここを一緒に片付ければ問題ありませんから。焦らず、落ち着いていきましょう。おお、いいねいいね、なかなかいい感じじゃない。でももうちょっとボケしちゃわない？例えばほら、ここは、はい、こんなに円滑に全てが進んでいるとは。いえ、あなたの指示も的確で分かりやすいと思いますが。それは私も大好きですよ。今も楽しいです。そうですね、迷いがなくてまっすぐな方なんだと思います。ちょっとあなたに対する当たりは強い気がしますが。きっと仲良くなれますよ。スクールアイドルが大好きな人同士ですもん。おーい、カリン。どうしたの、アイ。3年生の教室まで来て。あのさ、今週末一緒に合宿しない？二人で追い込みプチ合宿。愛ってば、いつも急ね。だって思いついちゃったんだもん。ねえねえ、やるよね。はいはい、やらせていただきます。やったー、夜は語ろうぜ。いやよ、そんな青春映画みたいなこと恥ずかしいじゃない。絶対語る。うわぁ、うわぁ、愛？愛？あ、寝てた今。疲れてるのね。寝るなら布団に入ってちょうだい。そんなところで寝たら風邪ひくわよ。いや、プチ合宿頑張っちゃったもんな。さすがのアイさんも疲れた。目いっぱい詰め込んだものね。早朝ランニングに始まり、午前中は基礎トレーニング、午後は歌唱とダンス、夕飯の後にはエクササイズ。充実したね。ねえ、どうして急に合宿したいなんて言い出したの？闘志を燃え立たせるため。闘志ね。前話してたことと関係あるのかしら。前って？野生のスクールアイドルの話。カリン鋭いな。まさにそれ。アイさんさ、摂津と勝負して勝ったって思ってみたいんだ。ぶっちゃけそのために部に移籍したって言えるくらい本気で思ってる。私も同じよ。いつか追いついて追い抜きたい。摂津は私の理想なの。カリン、前はランジュみたいになりたいって言ってなかったっけ？
だからランジョをお手本にしてるのかと思ってた。そうね、お手本はランジュの方かしら。ランジュは私にとっての完成形だから。果てしなく遠い道のりだけど、努力を続ければいつかは手が届く存在。私ランジュには追いつけると思うの。そのくらいの自信は持ってるわ。カリン、でもセツナは違うのよ。アイとも話したわよね。歌もダンスも客席の煽り方もセツナは飛び抜けてる。でも本当にすごいのはそこじゃない。言葉で表現できない。刹那にしか作れない世界がそこにあるのよね。スクールアイドル未経験だった私でも、摂津の凄さは一目見てすぐに分かったよ。私もよ。私はきっとああはなれない。だから理想。でもそういう存在にこそ挑みたいじゃない？うん、挑んで勝ちたいよね。私のやり方で、私の魅力で、その理想を超えてみたい。なんだ、私たち同じだったんだね。本気で挑んで超えたいんだ。それで見たことのない自分を見つけたい。そういうこと。ここでルで基礎から積み上げ直したわ。だから飛び越えるなら今。今の私がみんなを圧倒するのよ。もちろん愛のこともね。うん、私たちみんなで勝負だよ。摂津だけじゃない。カリンにもランジュにもカスカスやリナリ、雫にシオッティ、全員で勝負だ。みんな最高のライバルだからこそ勝ちたいよ。ああ、もうなんかいいね、こういう会話。青春してるって感じ。私とカリン、前よりも仲良くなれたよね。ウに移籍してきてさ。そうね。本当は柄じゃないのよ、こんな青春映画みたいな会話。そんな嫌いでもないくせに。なんか目が冴えちゃったね。え、このまま朝まで語ろうよ。はいはい、愛が起きていられたらね。みんな集まってくれてありがとう。今日は1週間後に行われるイベントの公開組み合わせ抽選会を行います。参加者8人に1から8の数字が書かれたくじを引いてもらいます。引いた数字の順番で1回戦で戦いたい相手を指名することができます。指名された番号の人は組み合わせが決定するので、自分では指名ができなくなるという感じです。じゃあみんな一斉にくじを引いてね。せーの。あ、1番だ。それじゃあリナちゃんは誰を指名しますか？アイさん。お、まさかのアイさん？リナリーに指名されるとは意外。アイさんにはすごくお世話になってるから勝負したかった。今の自分をアイさんに全部ぶつけたい。ううん、アイさんに勝ちたい。アイさんが部に移ってから私だってレベルアップしてる。成長した私を見てもらいたい。リナちゃんボード。うん、いいねいいね、嬉しいな。リナリーに勝ちたいって思ってもらえて最高
よ。よっしゃー、勝負だリナリ、絶対に負けないよ。私も負けない。では1回戦はリナちゃん対アイちゃんに決定です。1週間後の勝負が今から楽しみですね。それじゃあ2番のくじを引いた人誰ですか？はいはい、しずくちゃん、誰を指名しますか？ランジュさんを指名します。しずくならランジュを指名すると思っていたわ。成長した姿を見せてくれるのよね。はい、そのつもりです。ですから全力で勝負してください。言われるまでもないわ。ステージで手を抜いたことは一度もないから安心しなさい。お望み通りランジュの本気を見せてあげる。それを聞けてよかったです。では2回戦はしずくちゃん対ランジュさんに決定です。一度は部に移籍したものの同好会に戻ってきてくれたしずくちゃん、どんな勝負になるか楽しみだね。かなたちゃん興奮してきたぜ。それじゃあ3番のくじを引いた人どうぞ。はいはい、カスミンです。そして指名はもちろんカリン先輩です。望むところよ。セクシーなんて可愛いの前では敵じゃないって証明してみせます。あらあら、私は可愛くてセクシーだから可愛いだけのかすみちゃんよりも有利になっちゃうわね。ぬぬ、かすみんだってセクシーくらいできますもん。セクシーね、まだまだ成長中みたいだけど。とにかく裏切り者のカリン先輩には負けません。お姉さんが泣かせちゃうわよ。はい、ということで3回戦はかすみちゃん対カリンさんに決定です。口では一向に勝てないかすみちゃん、カリンちゃんに一矢報いることはできるのかな。口でも勝つもん。3回戦が決まったので4回戦は自動的に対戦相手が決まってしまいます。はい、4回戦はせつなちゃんとしおりこちゃんに決定です。しおりこさんとの勝負は生徒会長選挙の時以来ですね。あの時は完敗でしたが、スクールアイドルとしては負けるわけにいきません。負けを覚悟して勝負に挑む者はいません。私も全力を出します。望むところです。ですが簡単に勝てるとは思わないでくださいね。せつなさんを相手にそんな余裕はありません。万全を期して挑むのみです。ということでこれで対決カードが出揃いました。早くも熱気に包まれる会場、一週間後のイベントが楽しみですね。スクールアイドル同好会を応援するあなたも、スクールアイドル部を応援するあなたも、当日は応援を